ムベヤは、タンザニア南西部の都市、人口28万人、ムベヤ州の州都、タンザニア南西部の中心都市である、ザンビアやマラウィの国境から、それぞれ1 0 0トルほどしか離れていないため、国境沿いの拠点として、両国との交易が多い、タンザン鉄道が街を走っており、ダルエスサラームニューカピリムポシカ間を結んでいる。また、 タンザ山ン鉄道を使った輸送を行っているマラウィ政府はこの町にマラウィデポと呼ばれる倉庫を持っておりこの町から南に伸びる道路を使って物資をマラウィへと運んでいるムベヤは高原地帯にあるため井戸の割に暑さは厳しくないムベヤ中心地から西に約2 0トルのところにソングエ国際空港がある国際となっているがダルエスサラアムビンのみの就航である ダルエス・サラームへは約1.5時間。アータンザニアのみが運行中。市内中心部には閉鎖したムベヤ空港があるため注意が必要。市内から空港までは直通バスが定期的に通っていないため、シャトルバスもしくはタクシーの手配が必要。空港から市内へ向かう場合は、空港駐車場内にシャトルバス及びタクシーがある。長距離ムベヤ中心地にある。 バスターミナルもしくは、なねなねバスターミナルから各主要都市に向けて出発。スタンダイ空が、始発、終点。長距離バスのほとんどは、朝6時ごろに出発する。主要都市への乗車時間は、以下の通り。中距離、中距離バスは、以下から出発している。短距離乗り合いバスが、各方面に向け運行。最大の停留所は、株へ。行き先が、バス前後面に記載。 上記スタンダイ空域のダラダラの表記は s q 1回 400TZS。タザラがダルエスサラーム方面及びニューカピリンポシ方面にそれぞれ週2便運行。数時間、十数時間遅れが頻繁に発生する。タザラにてザンビアへ出入国する場合はタンザニア側の国境の町ツンズマ及びザンビア側の国境の町ナコンデで停車した際にパスポートに スタンプが押される。ムベヤの駅でチケットを取るのは困難であるため、ダルエスサラームで購入しておいた方が良い。汽車が到着してから乗車までに2時間くらいかかる。乗車時間は以下の通り。ムベヤはカメレオンの生息域で6種ほど生息している。ディレピスト、ムチシピグミ以外は固有種青年海外協力隊、ムベヤ隊員のブログ。 h t t p s n i t a d o r i m b e y a w o r d p r e s s c o m スラッシュ。ありがとうございます。